じゃあ、お父さん、よろしくお願いします。行ってみまーす。今日もエールクイック。ましたけど、あのね、晴れ男なんですよ。
ライブ、あめに当たったこと1回くらいしかないなと思ったんですけど、このまま出続ければずっと晴れですイエーイ、夏ね、暑かったですけども、喉寒くなりました。秋の季節です。そろそろパーカーが恋しい季節になってきております。なぜかパーカーが好きなんです。なんでだろうな。そんなことはどうでもいいんですけどね。甘いものも食べたくなりまして、チョコレートを食べたいと、食べたくなる季節です。ABC チョコレートという曲をやりたいと思います。
して皆さんこんにちは、おたまです。私、実行委員長という立場上、自分の出番がステージ途中にあるのが辛いというので無理を言って最後にさせてもらいました。ありがとうございます。本当に2日間たくさんの皆さんに、来ていただきまして、ただただ感謝の限りでございます。また来年もよろしくお願いします。次はカバーをやりたいと思います。ビートルズ All My Loving Yeah Close your eyes次ロックデーが、バンドの出番になります。そしてアコースティック編成では、ああそうだ忘れてた、11月18日、北方バルニーで、会津山形交流ライブというのを行います。こちらは会津から4組、山形から4組の、グループが出演します。ぜひよかったら遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、うちのバンドはですね、基本的に緩いバンドなんで、あんまり緊張もせずにやってるわけなんですけどもね、一番緊張するコーナーというのがありましてですね、今年が俺は無茶ぶりして恒例となりましたモノマネのコーナーというのがありましてですね、このね、そう、基本的に佐世くんなんだけどね、佐世くんのモノマネのコーナーみたいな状態になってるんですけど、今日はね、この前スタジオ入ってくれたベースのね、彼がね、俺も、いやでもできるかなみたいな感じで、細かすぎて伝わらないモノマネを一つね披露していただきたいなと俺は思ってはいるわけなんですけどどうでしょうか。
彼は細かすぎて伝わらない。本当にね、身内の人しか伝わらないモノマネをすると思うんですけど、ちょっと聞いてもらっていいですかね。はい、どうぞ。なるっていうの面白いなと思ったんですけど、もう気づいたらこういうマイクがなかったって話で、僕あの突然笑うんですよ。僕ちょっとひどい聞けない曲なんですけどみたいな感じで笑って、そういう国のモノマネをみんなでやろうかっつってバンドだけですごい笑ったっていう話なんですよ。もう全然伝わらないモノマネで、この笑いのない感じをすごくいいなと私は思います。そういうことで、一発、定番の佐瀬くんのモノマネに、締めていただきます。はい、どうぞ。結局来るんすか、俺に。今日はね、何やろうかな。いや、なんか今細かすぎて伝わんないって言ったじゃないですか。はいはい。あの、人じゃなくてもいいですか。ああ、いいよ、いいよ。なんかヘリコプターでいいよ。ヘリコプター。あの、なんだっけ、猫？猫？あの、なんだっけ、よく夜とか、あの、なんか喧嘩してるじゃないですか、猫。あれの、なんか威嚇してる猫。おっと、猫、威嚇してる猫、行ってみましょう。行きます。からの青木さんの猫のモノマネ。いい感じの。はい、猫つながりでね、あの驚ごと子猫行こうかと思ったんですけども、やっぱりやめます。OK、レビー、レビーっていう曲やります。
けるな男の子みたいな曲です。レディビーレディビーという曲でした。次の曲で最後にしたいと思います。おなじみの曲なんですけどね、知ってる人がいたら歌ってください。おっとろろと、これこれ進めしたいと思います。どうもありがとう、おともでした。Yeah.
ありがとうございました。大友さんにもう一度大きな盛大な拍手をお願いします。